今日はね、サイド、うーんなんていうんやろねこれなんかななんかまぁ、あ、そこまで上にしてないけんサイド、ポニーではないんですけどサイド結びみたいなやつです <laughs> チャンピーさんもこんばんはあじゃん今日も可愛いありがとう今日はねあのー、普通の日なんですけどなんかあのー、最近メイクがメイクが好きというかあのー、メイクが好きなので メイクはしてます。メイクはしてます <laughs>。いいしパーカーかわいい。このパーカーねあの団体行動の時にこうホテルの中というかその合宿中に寝る時に着てたやつですね。プーマー。サイサイさんかわいいありがとう。ありがとう。ちょっとね喉が枯れちゃってて若干。 カフェがあのいつも以上にカスカスなんですけどすまんすまん <laughs> 武田くんもハートハートありがとうそうでマイキ配信あ、大丈夫だよ全然大丈夫私結構喉を壊しやすくってあのー、なんかえっ、ー、と岩手、あの盛岡のライブもう二部構成になってて一部と二部があったんですねでまあ あのどっちもなん結構何曲かを歌っててででまあ移動も多くてで次の日が握手やった件、まあ喉がやられたんですかね分からんけど <laughs> で、ね、あのそれでなんかちょっといろいろ積み重なってあの喉にねってね移動が多いとねやっぱちょっとやられるんかもしれんね若干ね。 ミミちゃん、ね、にい盛岡。あいや、ありがとう。こちらこそ、私もね、盛岡めっちゃ楽しかったです。あ、結構、あの、盛岡来てくれた方いっぱいいますね。ありがとうございます。あ、けんさん、ありがとうね。ハート、ありがとう。ななまるちゃんも、私も、あの、行けてよかったです、ほんとに。なつきちゃんも盛岡ライブ最後で、ありがとう。って言って、ちゃんと読めんかった <laughs>。ありがとう。私もね、あの、まあ、なんか、 ね、結構その卒業をキンキンにこう控えた中での遠征ってことですごいなんか私自身もそうやけどほかメンバーのみんなもなんか一瞬一瞬を、あのー、楽しもうって思っあのー、楽しもうとしてる感じがすごいなんか自分でも感じててすごいなんかああってなってました。 ライブもそうなんやけどなんかついてからとかもみんなテンション高くてすごいなんかうんなん,かなんか楽しかった <laughs> 楽しかったですあちゅちゅちゃんもリリお疲れ様ってありがとうリリペンつけてくれてるありがとうそうなんですよなのですごく楽しかったです泣きすぎて目パパになっちゃったみんな あのメンバーが泣いちゃうとねもう泣いちゃいますよね <laughs> もう涼香ちょっと感動的になっちゃったね大輔さんもハートありがとうあゆうきくんも久しぶりありがとうございます杏かちゃん今日もお疲れ様皆さんの方が皆さんの方がというか皆さんこそお疲れ様です今日から今日は普通にね平日やったっけんお仕事とかだったんじゃないですか ね、若菜ちゃんの涙はねダメもう若菜の涙は一んやばいうん一番もうやばいダメだよねもう <laughs> ひさぽんもハートはありがとうそうあの私は今日オフだったのでオフというかまあえひめん変えるだけだったので特に何もって感じでしたあとトモさんもこんばんはありがとう今日も来てくれて。 そうあーそうそうそうあのねアマゾンプライムで学校暮らしが見れますすごいびっくりした私もアマゾンプライムめっちゃ見よるけん最近 <laughs> そうそうツナさん今日,寒かいや今日寒かったいや今日寒かったびっくりしたあのー、愛媛に今夜ぐらいに着いたんですけど夜めっちゃめちゃ寒くてぶったまげたね今もねめっちゃ寒いんですよあのー このパーカーをね着るつもりもともとなかったんですけど下が今日薄いんですよ結構結構ペラペラな感じなんであのー、急遽着来ましたもう中でも耐えられんと思って <laughs> ヨゴイルさんもハートありがとうございますありがとうナナ <laughs> ななちゃんリオンあまる一言お願いします温まる一言 布団が吹っ飛んだ寒いね。間違えた。横山やさん、た <laughs> ありがとうございます <laughs>。はい、冷えたー。はーい、冷えた、冷えたー。寒いしばさん、体が凍りました。ごめん、みんな。寒なってしまったごめん、ごめん、ごめん。えー、っと、あったまるやつ、ないやろな。うーんと、 うーん「鶏肉は鶏肉い肉だ」あーこれも寒いかなあ <laughs> これ<は笑>あれあれチーン寒いかなーゆるとくんそれ早口で3回言ってみて「鶏肉は鶏肉い肉だ鶏肉は鶏肉い肉だ鶏肉は鶏肉い肉だ」<laughs> イエス あのね、あのね <laughs> 得意やこれ、これ得意やわ。<laughs> ねジャルジャルさんのネタでさ、あのーこう、マジック成功してめちゃめちゃ喜ぶやつみたいなやつがあるんよそれ見てほしい <laughs> マジ。マジシャンの方ってさ、マジック成功しても、これがこうなっていますみたいな感じでさ、なんかもうさっとやるじゃないですか、それがすごいんやん。なのになんか。 めっちゃ喜んじゃうの自分がマジック成功したらえみそうそう見たことある見たことある喜び方がめちゃめちゃ面白いの「よっしゃ!で」って喜ぶ <laughs> それがねマジで面白いゆうまくんも初めましていたありがとうございます来てくれてどうも そうあの昨日はね「握手会ありがとうございました」っていうね話をしようとしました <laughs> あの改めてもう昨日ねあのー、夜配信したいぐらいすごいもう気持ちが溢れてました私も、まあ、ちょっと日にちをまたいじゃっててつくあのホテルに着く頃にはだから配信できなかったんですけど夜はでもそんぐらいね 溢れてました <laughs> 気持ちが <laughs> そうありがとうございました本当にあったかい現場だったみたいで怒りしたいやー本当にねなんかなんかねあったかかっためちゃめちゃあったかかったですすごくなんだかねでもなん,なんだろうなーうーんなんかあったかすぎて今鳥肌立ってる今。 <laughs> 一周回ってねみんなのもう愛が深くてそうせい <laughs> で、ね、あのなんかこうフラスタも感動したしもうねすごい幸せやなって思いました、うん、結構その今まではさもう本当になんか自分の思うままにもうそに本当に,本当に ツッチーさんもハトありがとうあの、まあ、アイドル始まる前まで、まあ、とか芸能始まる前までは本当に自分の思うがままに自分の思うように生きてたわけですけどもうなんかこうなったらさあこうなそのアイドルになってからは結構その一個一個の決断がこう他の人にもなんかいろいろ影響が及ぶというか一個一個がなんか大きなことになる。 ものになるんですよ <laughs> うまく言えないんですけどでもでもなんかそんな中でこうみんなが思っ自分私が思ってた以上に私の意見あ私の選んだ道を尊重してくれてるというかまあ応援してくれてたからなんか今までこうありのままに生きててよかったなって思いました。ありのままに生きててよ、うん、なんかん 思ったこと全部伝えてたおかげであ伝えてた伝えとったおかげでみんながこう等身大の私を見てくれとった見てくれとるなっていうなんか感じが最近より実感してます大輔さんもハートありがとうなんかこうアイドルのその私 じゃないと意味ないっていう人があんまりいなくて、それってなんかみんな当然のように言ってくれるんですけど、でもでもでもね、あのー、ね難しいことですよ。うん、みんなが見てるキオハラディオってほとんどこうアイドルのキオハラディオじゃないですか。それがなくなるっていうことをこう静かに受け止めてくれてるみんなが <laughs> 優しくてあのありがたくてって感じでしたね。うん。 姉、ね、ちゃんだってリオペンは今日ハイリオ自身のことが好きなんやもんね、うん、ありがとうもうみんながなんかそうやって言ってくれるおかげですごい私は本当に私の思うままにすごいあの生きてますね、うん、トモさんもハートありがとう健次さんつまり僕ら偉いですかいやえー、っとまあ偉くはないですねはい偉くはないです自分で言っちゃったら終わりです ゆのじさん、ハートありがとうございます自分で言っちゃったら終わりですよやんだやんだはい、やんだやんだ,、はい、やんだ,やんだ <laughs> こういう時にね、あの作り笑顔をするのがやっぱり一番いいんじゃないかなって思います、はい、どんまいです自分で言っちゃったら終わったんですねはい。 あの昨日の握手会ではね、あの本当の笑顔で、結構あの、皆さんとお話ししたつもりです。今のはこうやって、その、目の奥が笑ってない感じの笑顔なんですけど、昨日は本当にあの心の底からあの笑ってやってましたよ。伝わってました私の笑顔。笑顔してもらえばよかった あの作り笑顔をしてくださいって人おったよ <laughs> マジでと思いながら「ありがとう」「うんめっちゃ嬉しい」「ありがとう」とか言って <laughs> やっぱ作り笑顔があの欲しくなる人もおるみたいやわ、うん、まあレアですからねやっぱりこうあのー、ショールーム見てる人にしか分からんネタやからやっぱそういうのってねやっぱ欲しいですもんね、うん ななちゃん握手会とかってどんなこと話すんですかそうやねうーんえ何、ー、やろうえ本当にに人人人の人そのそよりますなんか私は結構すごいおしゃべりやけんその人のあのー、言うことを無視してってたおかしいけど「天さんハートありがとうございます」なんかあのー、優先的にせずにこうんか。 私が先々一方的に喋っちゃうことがあるんですけど最近はちゃんとなんか、あのーま、待つようにしてますその人が言う言葉を。<laughs> でもなんかそのだから逆にその人がなんか言葉詰まっちゃってたりとかしたら私からめちゃめちゃ喋るようにするしまああのー、あれですねまあ、今は卒業を控えてるので結構なんか卒業に。 向けての話が、うん、おいみーちゃん一言話しただけで3倍くらい返ってきてびっくりした <laughs> いやなんかねあのー、なんて言ったらいいんやろうなんか沈黙が怖いあのー、なんてなんちゅうの沈黙作っちゃダメって思っちゃう。 いやなんか後々考えると別に沈黙あってもいいのになんかその時には沈黙を作ったらプロとしてダメだみたいなって考えちゃうんですようんなんかその人にうーんまあ時間が短い場合すごい短いじゃないですかだからその短い間をもういかに長く会話できるかとか言って考えてるとなんかあのー 変にめっちゃ喋っちゃうこともあるんですけどうんなんかそう本当に一言言った時に一言来た時に3倍ぐらいで返しちゃうのうんなんか可愛い,いですって言われたえもうありがとうございますでも本当にねなんかそうやって言ってみたいな感じもなんかなんちゅうのもう近所のおばちゃんみたいな感じでこうなんかこう喋っちゃうんですねうんなおさんリオンの握手頼みしすぎよ本当にいや良かった ご飯だよーいうて <laughs> 14日前しなんか誕生日私の誕生日みたいな数字 <laughs> 1144ありがとうございまーす今日服が質素ですねなんか全体的に髪の毛も適当で失礼します4ありがとうイエーイイェイ いえいえいえ。そうです。<laughs> いえいえ、ショールームでも三倍で帰ってくるうん、もう確かにやけん。くせないよね。それ、ショールームこそ三倍以上ぐらいで帰ってくるか、ああ、返しおる気がする。なんかもう。そう。一つのコメントにいかにどれだけそこから話を広げるかみたいな感じで、こう考えちゃって。もう本当に無駄にすごいどん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 広げていきますね。うん。これ今もこうやってなんか一つのひ。 あのコメントに対してこんな長々と返しちゃうんですなですな <laughs> とか<言>って <laughs> あつさんハートありがとうございます <laughs> そうなんだよせいかちゃん初見です前から可愛い,いなと思ってましたあーありがとうございますもう全然あのコメントしてくださいコメントまあのどんどん待どんどん待ってますうん待ってますあきたろ今日お風呂食べたお風呂まだ食べてないってかお母さん寝とるんやもんお母さん寝てもうた お母さんすぐ寝る。もうすぐ寝る。私はねすぐ寝ないです、ちゃんと。この後もまだ置きとくつもりよ。うん、つもりやけどね。山ちゃん、自分で食べてください。今日は自分でいただく、ちゃんと。自分でいただくけど、ちょ、ちょっと待って、まだめんどくさい。うん、ちょっとね、めんどくさい。昨日はね、もうゆっくり、疲れます。もうね、あれないよ、もう。 そう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 う移動が多すぎてもうめっちゃむくんでもうてもうあのー、何あれなんですよお風呂にちゃんとつからんともうむくみが本当のに取れんくってなんか絶対つかるようにしてますそう最近まあ前からつかるんやけどそうそうザキさんいつも何時寝とるえー、最近2時とかやね二2時とかかなうん。 二が標準って感じ淡田さんだるまありがとう昨日もありがとうねあいじさんお風呂お風呂めっちゃ長い方私1時間ぐらい疲れるよ全然うんそうそうけんさんそう転せないかんね転せないかんでもね顔はねなんかあのー、そう新幹線とか飛行機とかすごい乗ったあのー、割にはあのー、なんちゅうの こう昔ほどはそんな,なんかなんていうんかなな,んな感じにはならなくなったんですけど足がねやっぱむくみますね最近はなんか顔よりもね足の方がすごいむくんじゃうのよみーちゃん携帯とかお風呂お風呂も絶対持っていく絶対持っていくようんまさしくまさしく <laughs> 絶対持ってってでじゃないと1時間はうんつからんかな き昨日はありがとうこんばんりんンんこんばんりんンんどんちゃんもハートをありがとうございますたきさんもこんばんはありがとうございます,んんいますそっかツイートしたいって考えるともうすぐ終わらないかになるかツイート写真をね昨日いっぱい撮ったんですよだからあの載せれる載せる写真は、ね、いっぱいあるのよねちょっと早,早めに終わって写真載せようかなんか ゆるとくん、お風呂をあそうお風呂にね携帯持っていく時はねちょっと汚いけどまあ、ジップロックに <laughs> ちょっとめちゃめちゃ汚いジップロックに入れてそうあのー、やりますねそうそうみみちゃんそうインスタめっちゃ載せとったやろ私頑張っとるんで最近インスタを頑張りました <laughs> あ、ち,ょち,ょちゃん YouTuber になって YouTuber やってみたいこちらはえー、あこれいつも読みどうやってしようんやろこうやってしたらさ私から見えないけどこうやってええずせむのキャあとキャえー、とムス <laughs> キャンディティントのダームスゼロラーメンてこうなっちゃうんですけどどうやってやってるんやろ YouTuber ねでも私はあの編集するのはなんか動画の編集するの好きなんですよ。ででもなんかこう職業を YouTuber にしちゃうとみんな皆さん大変だろうなーって思いながら見てるなんかもうそれがお仕事ってなるとさもうちゃんとした機材を買ってもうちゃんとやらないかんやんか私はなんかこう気ままにゆるくなんか。 ツイッターににたまに自分分の気分ででげるぐらいが好きなんですよだからユーチューバーまでは向いてないんやろなって感じ。グラさん今日お母さん寝てるなら僕までよっと <laughs> お母さんねめっちゃ気持ちよさそうにな何握りしめてなんか握りしめて寝てますね。あ今なんかこうこうやってやってました今。うん ディオンの編集やばそうえどういうことえ私絶対うまいけん絶対あのセンスあると思う多分知らんけど <laughs> 知らんけどなんかちょっとあのおもろーくおもろーく編集するのは好きですあの何て言うけなインインショットみたいな名前のねアプリがめっちゃ使いやすくて好きなんですよこれ55分に終わってなんかツイートするわなんかあのー、写真まあなんか知らんけど ゆうし知らんけどっていう人好きいや私もね知らんけどっていう人めっちゃ好きなよあのマジマジがさあのかな何だっけ盛岡のイベントの告知するときにさ「新曲披露あるかも知らんけど」って <laughs> あのツイートしとってお母さんと笑いよったあれを、うん「知らんけど」ってねめっちゃよくない、うん、サンタさん知らんけどめっちゃ言ってたら先生に怒られた <laughs> えやばいめっちゃ面白いそれなんて言われたの 知らんけどって言うな立ってこいみたいな感じなんそんなのダメかな知らんけどっていうのまあちょっと放置してる感じがダメなんですかねなんかこうなんていうの放棄しちゃってるうん自分の放棄しちゃってる感じがダメなのかもしれないですね <laughs> 立ってこいみたいなのしちゃったんじゃない <laughs> あリりおちゃんもありがとうこちらこそ昨日も握手ありがとうごめんねあと 2分ですね、あと2分で終わっちゃうけどひなっちゃんも知らんけどよく言っちゃうえ結構みんな言うやんや私も言うでめっちゃ知らんけどってさもう知らんけどって言ったらもう何でも言ってよくないうんそうそうそうってんかそういうのあるよねなんか知らんけどってつけてしまえばもう何言っても許されるじゃない <laughs> 立ってこい知らんけど食べてこい知らんけど走ってこい知らんけどみたいな <laughs> 確かに <laughs> 何でも。 何でもいけるやんなうさみん知らんけど魔法の言葉やな確かに知らんけどさ何にでも使えるやんみんなあの口癖とかちゃんとあるんですかうんあるんですかなんか私ねち,ちっちゃい頃、うん、まあ何年か前普通に「だって」が口癖でしたねもう言い訳しかしない子でした なんかあこちゃんそれなあそれな,、ねまあそれなねまあそれのは言うよなそれのは言うん、だってだだってきとべべつにきがありましたね <laughs> だってとべつにべつにですねうん、うん、<laughs> しんちゃん酔っとった <laughs> そうやろだって だって、ま確かにうんだって、だだってだって松坂先生、でででねえち、ねダメだ今日もだって、ああのねあのね今日ねクレモシンしんちゃんの映画見たんですよ久しぶりに、カスカベボーイズでそれでねあの最初の方になんか坊ちゃんがオレオレ詐欺のなんか 俺俺詐欺の真似しながらなんか鬼ごっこしてるやとこがあるんやけどめっちゃ面白いけ見てほしいうん俺俺俺俺だよ俺ってずっと言いながらしんちゃんたち追っかけんのちょっと見てほしい本当になんかどんなんだっけうん見てほしいあやばいやばい終わんなきゃ終わんなきゃ俺とか言ってた <laughs> ちょっとマジであの終わりますちょっともう,もうちょいやりたいんやけどちょっとのツ,イツイートするわツイートするこれ <laughs> <めん> <laughs> まあ明日する明日 みんな明日ディカプリオさんおるかも。もう何日ぶりにもう来日しますディカプリオさんが。じゃあありがとうございました。ツイートなんかするね。おやすみ。ぐすりをしてね。バイバイ。